ようございます。こんにちは、こんばんは。マネージチャンネルのお時間です。はい、今日はですね、休日の過ごし方を紹介していきたいなって思います。普通に休日の時は結構友達といることが多いかもしれないです。友達とは、でもお昼だったらやっぱりこういうおしゃれなカフェに行って、みんなで美味しいご飯食べて、喋ったりとか、いただきます。これ卵じゃん。やばい、とろとろじゃん。いただきます。うまっ。お家はもう本当にもっぱらDVD 見て、漫画読んでとか本読んでとか、今はそうですね、 DVD だったら Netflix でブラックリストっていうのを見てます。今一番行きたいところはディズニーランドですかね。なかなか最近行けてないので。また C ですね。なんか C の方が落ち着いてる乗り物とかも C の方が好きかもしれない。いやでもなんか最近感じるのはジェットコースター怖くなってきて、やっぱ大人になるにつれて物事を考えるせいかジェットコースターちょっと怖いかもって思うようになってきました。